サッキーのカムカムギターキッズ。僕は今日は嬉しい。はい、なぜ？もう今日は元子さんとしても泣いてもいいなっていうぐらい嬉しい、はい、もうね、あのギターをいろいろこうやってきましたけども、ついに堂本剛が自分で詞を書き曲を作るようになったっていうのはもう大変なことだ。早速そのどうも練習してますよ。すいません、すいません、はい、先生、はい、作詞作曲の先生、はい、何ですか？その優しさを胸に抱いて、いいですね。いいタイトルじゃないか、おい。優しさを胸に抱いて、はい、どういう歌なのこれ？これはですね、うん、あの友達が俺に電話してきて、その後に書いた詞なんですけど、うん、まあとりあえず今何やってんのっていう話から、いや今ちょっと一人やねんけどって話で、それでなんで俺ってこんな弱いねんやろって言うんですよ。それで何やったっけな、さあこの別れようっていう、この別れというですね、2文字はすごく重いじゃないですか。こんな言葉はもう必要ないと思っててんけども、口にするだけでも辛かってんけど、僕は最後につぶやいてん、頑張ってんって言ってたんですよ、うん、このままいるとこの好きな人を傷つけていくから、僕は頑張って言ったんやって泣きながら僕に語るわけですよ。君の涙を見るたびに切なくて、君以外誰も愛せないのは分かってたけども、別れて君にもらった今までの優しさを胸に抱いてっていう、詩を読んだだけじゃない。まあそう、まあ簡単に言えば、すごい詩だね。しかしね、臭いですねこの人はね。臭いですか、やっぱこれは、これはそう、作品としてはじゃあ初度作っていうか最初の作品ってことですね。作詞で曲もついてるわけでしょ。一応ついてるんですけど、その一応ちょっと聞いてみないと。ちょっと待ってください、めちゃくちゃね指が、そんなプロみたいに。いや緊張してるんですよ。いきますよ、はい、一人部屋で空を見上げ、自分の弱さに気づく、最後に僕がつぶやいた言葉、口にするだけでも辛かったよ。別れの二文字は重いね、二人には必要ないと思っていた、だけどこのままじゃ寂しいよ。君を少しずつ傷つけてゆくから、あの日誓った約束も守れなかったよ。君の涙見るたびに切なくて、君以外誰も愛せないのは分かってたけど、今までの優しさ胸に抱いてって歌です。すごいよ。すごいね。すごい、お二人からすごいと思った。すごいすごい、これコンサートより緊張しますね。すごい、いやすごい、すごいメロディアスです。コード進行もめちゃくちゃ綺麗で ね、よくそんなコード進行分かったね。すごいいいね。いろんな人の、あのみんなの歌で拾ったんですよ。いいところ。そうだ大事大事。めちゃくちゃ大事なんだよ。それです、うん。すごいね。こういう盛り上がりとかもちゃんとあって、サビがあったりとか非常によくできてるね。僕らのアマチュアの頃のレベル。俺一番最初の曲なんかね。俺の高校の時作った最初の曲って笑うよ。人形のように。素敵なあの子、可愛い足のすんなり伸びた僕の心に灯火灯す、抱きしめたいような純チャンさ。ああお前だけでいいって言ってくれたの。これはじゃああれだね、コード書いてもらって俺たちでちゃんと演奏しよう。そうですね、いずれ近い。ああそうですか、うん、全員でできるようにしよう、うん、ハーモニーつけたりとか。ああいいですね、すげえ、うん、曲にしちゃおう。こういう質問は、うん、こういうんです。これステージでできるな、そのラブラブで。僕はパンツ一丁で書いた詩ですよ。それ聞きたくなかった。これは歌は一部これで全部フルコーラスなの、歌詞は。いや一応
まあとりあえず作ったって感じだったんで。2番欲しいですよね。うん、あ、2番ですか。それ予想外の展開ですね。これはぜひ2コラスの来たいですね。それで曲として仕上げて、はい、演奏しましょう。いいですね。はい、じゃあ今日先生ありがとうございました。いい曲を。いや、もう勉強になりました。